さらにアクティブプラネトルスーツを調べました。あなたの戦闘効果を計測することで武器のアップグレードを早めることができるようです。ヘルメットのディスプレイにトラッカーを追加しました。ファウンドリーにおけるデーモンの脅威レベルを引き下げない限りタービンルームにアクセスすることは不可能だ。セキュリティシステムはコードアクションでした。Thank you.
デーモンの脅威、消失率 25%。警告、コア温度が上昇中。闇の評議会は常に見たいです。集中して身を捧げましょう。集中して身を捧げましょう。